海の深さを測るにはいくつかの方法があります。まずは音響促進法。これは音波を水中に送り、海底までの距離を測定することで深さを計算します。他には有人潜水艇やロボット探査機を使用して海底まで潜り、直接深度を計測する方法もあります。そして宇宙にある人工衛星で測定する方法があります。人工衛星から海面の高さを測定し、これを使用して海の深さを推定することができます。ということで、タイトルにある海の深さが宇宙から測れるというのは本当でした。雑学ナビゲーターのワイオノです。今回は海の雑学を紹介していきます。皆さんは人間がどれくらいの深さまで潜れると思いますか？人間が素潜りできる一般的な深さは約20-30m、スキューバダイビングで約70-80m まで潜ることができます。これ以上深く潜れない原因の一つは水圧です。水深10m ごとに約1気圧の圧力が増加します。人体は約1気圧に適応しているため、水深10m を超えると人体に影響が出てきます。水圧の増加による呼吸困難や血流の阻害、またスキューバダイビングのタンクの空気は窒素が約8割、酸素が約2割です。このため窒素ガス中毒や減圧症などの危険性があります。ちなみに深海というのは水深200m よりも深い海と言われています。残念ながら生身の人間は深海には行けないようです。今回の雑学はここまで。よければチャンネル登録と高評価をお願いします。